クリーン派歪み派にバカッと分かれると思いますけれども、こんだけこんなにいやはあ怖い、こういうノイズ発生源みたいなもの、エフェクターの相性みたいなのがあって、対して歪んでもないのにむちゃくちゃノイズばっかりでかくなるパターンのやつあるんですよ。ちょっとシンプルなマルチエフェクターにヒルサンドケットのアンプとキャビネットをつないでやってます。まあ、だからこれ余計ですね。っていうかマルチエフェクターにアンプシミュレーター入ってないですか。でそれちゃんと切ってるのかな。まずです。スパチャいただきましたんで、もうこの質問に全力で答えてまいりたいと思いますんでね、皆さんもねこの質問に関するコメントをこっから先協力体制でね、みんなでこの日比野くんを助けていきましょう。よろしくお願いします。ということでちょっと質問を読んでいきたいと思いますけれども、ギター始めて3ヶ月経ってウルトラソウルのイントロのタブ譜は覚えて弾けるようになってきました。最初はクリーントーンで、弾いて確実な音で弾けるようにするべきですかね、それとも歪ませた音でやるべきですか。そうですね、これは分かれると思いますけど、クリーン派歪み派にバカッと分かれると思いますけれども、皆さんね自分はどっち派だとか書き込んでいただいたらいいんじゃないでしょうか。ギター始めて3ヶ月、ちょっとね俺がね3ヶ月の時に何やってたかっていうのはあんま覚えてないんですけど、うん、エレキギター歴3ヶ月だったらもう全然歪ましてずっと弾いてたんじゃないかな、うん、俺は歪ませて弾けばいいと思いますよ。というのは歪ませたら歪ませたでもうこんな感じで、例えば触ってなければビャーって言ってると、でこうやって持っとかないといけないんですよね。でこのんたーらーらーらーとか弾いてても、ギャーンみたいな。なんで、こんな押さえ方はもちろんできないんですよ。だから、こんな感じで押さえてるんですよ、大体。この一本鳴ってるのを止めても、他の弦も別にギャーンって鳴ってないですよっていう。歪んでれば、すべての弦から手を離してはいけないっていうことが、自然と、あ、うるさいな。今、余計な音鳴っちゃってるから、もっと、弦触っとかないとダメだなっていうことがずっと歪まして練習してると身についていくはずなので、例えばこれの原因を絞って、なんかちょっとこれいい感じのなんかギターのまともな音みたいな感じで、いや別にいい音ですよ、うん、いい音か知らんけど、別にビーズでこんな音で弾かないし、ウルトラソウルも。あんまりノイズならないんですよ。このぐらいしか歪ましてなかったら。こんなんじゃ練習にならないですよね。こんだけ触ってなくても、別にノイズなってないんだから。そうじゃなくて、もうこんだけ、こんだけ、いやはぁ、怖いっていうぐらい、歪まさないとダメなんですよ。本人歪ませて弾いてるんだから、歪ませて弾いとけよっていうのと、あと、そういうノイズを抑える練習にならない。十分に歪ましてノイズが出てないとっていうことの極致ですよね。クリーントーンの中で練習したら全くノイズなんか出ないので、だからそのクリーントーンで やったから確実に音が出るかとかっていうと、いや別に歪んでて出てたらええやんっていう話なんで、クリーンはクリーンで それなりの曲で練習してください。クリーンで弾く曲で練習してください。何もしなくてもめっちゃ音がします。歪ませすぎなのかもしれません。まあ、環境が悪いとかね、例えばもうシールドがボロボロになんかめちゃくちゃ安いとか、それこそこういうパソコンのめちゃくちゃ近くで弾いてるとかだったらむちゃくちゃノイズ出ますよ。うちもこういうノイズ発生源みたいなもの、なんか回転してるようなものとかの近くに寄っていくとこうやってノイズ大きくなるんで、あとマルチエフェクターとかでやってんのかな、だからね この辺にねフィックスドワウ、ブースター、コンプレッサー、コーラスって並んでるんですけど、エフェクターの相性みたいなのがあって、対して歪んでもないのにむちゃくちゃノイズばっかりでかくなるパターンのやつあるんですよ。コンプが多分そうじゃないかな。コンプを例えばこうクリーントーンにね、コンプかけてね、こうやってね、弾くんですよ。このほうがいい感じ、はい、
例えばクリーンにブースターかけたらもうなんかめちゃくちゃ音でかなって、ちょっと音量注意してくださいね。もうこんなんなっちゃうんですよ。歪まして今度今の悲惨だったブースターやると全然悲惨じゃない。もうちょっとあのノイズは多いけど、まあいい音っていうか、よく歪んでるっていう感じになると、歪んでる状態でコンプかけると多分めちゃくちゃうるさいんじゃないかな。こんな感じでもう、あっ怖い。まあまあ音色的には普通なんですけど、このノイズの状態がそこまで歪んでもないのに、なんかやたらノイズばっかり出るんですよ。なんかつなぐ順番が俺が悪いのかなんか知らないですけど、はい、みたいな感じで、でもうだからブースターとコンプなんかかけようもんだらっていうような感じで、むちゃくちゃいろんなエフェクターを重ねがけしてしまうとすごく汚い音になったりとか、むちゃくちゃノイズ出たりとかっていうことにはなるんで、ちょっとシンプルな、もうアンプしか使ってない状態ですね、今これは、とかにしてみるとか。マルチエフェクターにヒューズ&ケトナーのアンプとキャビネットをつないでやってます。まあだからこれ余計ですね。っていうか、マルチエフェクターにアンプシミュレーター入ってないですか？で、それちゃんと切ってるのかな、まず。それ切ってないと、アンプ、もうなんかダブルアンプみたいな状態になってても完全におかしいので、それ全然ダメですよ。あと、ヒューズ&ケトナーって、十分歪むアンプなんじゃないですか。まあ機種によるのか知らないですけど、だとするとアンプで歪まして、もうマルチエフェクターは歪みに類するもの、オーバードライブ、ディストーション、ブースターで、まあコンプも含めてね、ゲインみたいなのを上げられるものをもう一切かけないようにするとか、ヒューズ&ケトナー直で弾けばもういろんなことやりたいのかな。でこれ多分ね、そのね、いやいやあのマルチエフェクターのキャビシミは切ってるんですよみたいなコメントが全然この日比野さんから返ってこないので、多分その辺失敗してるんじゃないかなと思いますよ。自分は今月ボスの GT1 とヤマハのアンプを買う予定ですと。これまた GT1 にアンプシミュレーター入ってんのにアンプも買おうとしてますよね。だからあの GT1 なんか使うんだったら、その先はモニタースピーカーって言って、まあ音楽聴く用のスピーカーとか、そうなんかギターアンプはギターアンプでやっぱアンプとして使うっていう感じなので、やっぱコンパクトエフェクター、うん、があってアンプがあってみたいな使い方なんですよ。だその全部入りの GT1 にさらにアンプを使うっていうのは、そういうあのまたノイズだらけになる可能性が高い機材構成なので、家でヘッドホンで練習するみたいなのが主体になるんだとしたら、アンプみたいなもんに3万も5万も出すぐらいだったら、1万5千か2万円ぐらいのあのソニーとかアカゲとかのヘッドホンを買えばもう一生ものでめちゃめちゃ使えるので、そういうのを買った方がいいんじゃないかな。